うわ、倉吉護衛艦ヒューガで勤務しております金安と申します。よろしくお願いいたします。私は大阪出身でありまして、16年前に海上自衛隊に入隊いたしまして、主にしておりまして、皆様の前にありますこちらの10ミリ機関砲、こちらも武器の一つありまして、私が担当する武器であります。またこちらの皆様の右手の前にいるのは福島と申しまして、この者がこちらの20ミリ機関砲の担当者であります。今からこちら実際にちょっと動いているところを皆様に見ていただこうと思っております。その前にまずちょっと外役の説明をさせていただきますけども、こちらの機関砲につきましては、ブロークというウェポンシステムと呼ばれます。要は全自動というような意味がございます。何が全自動かと言いますと、兵器の近代化に伴いまして、ヒューガに対して飛んでくるヒューガに狙いを済ましたミサイルも相当な速さの近代化になっておりまして、それに対応するためには人が照準を当てて機関砲を撃っているようでは間に合わないということとなります。そのためこのシースの船体、この CO のボディの中にあります、中にレーダー、まず目標がどこにいるのかをまず自分自身で把握します。でその後コンピューターによってそれが敵かどうかを判断します。で敵かどうかを判断するにあたっては、相手の速力、スピードですね、でどの距離まで船に近づくのかだとかの所見をあらかじめ入力することで、人間がこれが敵だといったものをこのコンピューターが判断して自動的に発砲する、そして撃ち落としたら自動的に発砲をやめるというような全自動のシステムとなっております。それでは実際にこのシウスと呼ばれるこの機関砲が動いているところをご覧いただきたいと思います。この後も船の乗甲板には様々なものを展示しておりますので、皆さんのご予約をお進みいただきまして、ご覧いただきたいと思います。また本日とても暑くなっておりますので、今は近くの上映までお申し込みください。お願いいたします。ありがとうございました。